何ですか。スプラトゥーン、力、勇気、知恵、誰が勝つのか、ゼルダの伝説コラボのフェス始まりだ。あ、これゼルダのコラボなんだね。そうだよ、今更あのそれも知らなかったわ。やば、え、見て分かんなかった、キャラのアイコンとか。あのゼルダ一回もやったことないから。え、マジ、うん、ゼルダファンに怒られるで。あの、あれでしょ、なんだっけ、ドレミファソラシドみたいな、あのオカリナ服やったでしょ。あー、これバカにしてますわ、完全にゼルダファン敵に回しましたわ、完全に。これやっちまってますわ。てて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 てなんか64でやってたよね。エポナやっとるやん、64でやってんなーっていう CM を見た。あー、コマーシャル、コマーシャルでエポナ流れるか。一回もね、触ったことないんだよね、ゼルダ。あ、ごめん、嘘ついた。スマブラで触ったことあるわ。スマブラ別にゼルダじゃねえの。へぇーっつって。今、新しいの出たじゃん。あ、そうなの？うん。だからコラボしてなかったもん。あれか、オープンワールドのやつね。の続きかな？ブレスオブザワールドの多分続編なんだよ。ブレスオブザワールド。スイッチのゼルダ。ああ。俺もやったことないから知らんわ。いや、面白いから買いな。いや、ちょっともうこの年でゲームは。ゲームしながら言うなよ。できないんですよ。恥ずかしい。もう、おじさんですから。ゲームしながら言うなって。もうそんな長時間もゲームできないもん。やっとるやっとる。ゲームできないんだよ、もう。おっさん。アホみたいにやっとるって。そんな1個のゲームな、もう何時間もできないよ。そう、できない。ちなみに俺はこの前、あの8時間プレステ4でラストってゲームやって、その後スイッチでスプラを5時間ぐらいかな。だから体痛いんだ。だから体痛いのか。病気だよ。病気ではねえよ。病気、病気。おい、すぐ病気とか言うんじゃねえよ、人のこと。いや、病気だよ。全然マッチ。悪口だぞ。どうした？俺らのラジオの開始待ってんのか、みんな。マッチメイクせずに。どうかどうか。楽しみ待ってんだな。ほっ、始まった。よし、バチボコにぶち殺してやるか。いやー、金まで心配なんだよな、対面勝てないか。言葉は勝ちる。ピーってでピーって。入れれない。あの、放送用語だらけにしてピー音のめんどくささ入れとくか。やめろやめろ。誰お前が編集すんだったらいいぞ。お前にじゃあパソコン貸してやるから全部一から編集しろ。期間も決めてやるよ。1週間以内にその編集したのあげる。まあフェスの動画だから割と早めに上げた方がいいっちゃいいかもしんないけど。確かに。それは。難しいね。そっか、フェスだからあれか、先送りにした方がいいかも。先送り？今、出してるやつよりも先に上げた方がいい。ああ、じゃあ何、今日これ取って出ししろってこと？まあ別に編集してないんですよ。してるんじゃないですか。してないけど。だからそのまま上げちゃってもいいの？あ、今日何曜日？今日土曜日ですよ。あ、土曜日か、今日。僕明日仕事なんですよ。書き出しに時間かかるからな。そうだよ。確かに。まあ今週とかでいいかな。書き出しだけ暇なタイミングでやっといて、今週とかの分に合わせる。いやいや、今日やればいいんだろうってな。言ってない、言ってないよ俺。分かった分かった、間接的にそれやれってことだろ。言ってない言ってない。お前パソコン買ったら覚えてろよ。無理なんだよ、叩きつけたやから。全然無理な話じゃないよ。どこぞのブラック企業の編集者みたいなことしてやれば。聞いてる聞いてる聞いてる。無理なんじゃないよ。だめよ。言って、自分でハードル上げてだけなんだよな。令和の時代にそんなブラックなことすんじゃねえやったね。言ってないんだよな、俺は。何だと思ってんだ、人。勝手にハードルぶち上げてるだけなんだよ。2人やった、2人やった。おら、大好きだなぁ。おらに力を。いいんじゃない？無理だから。これ、裏注意ね、裏注意ね。裏注意だよ、ハンコ来てるよ。上か。
上じゃなかった。ちょい。やべ。聞く聞く聞く。なんか敵少ないから裏注意ね、裏注意でこれ。敵少ないよ。敵明らかに少ないよ。ん？ただやられてるだけだね。やられたんだ。ただやられてるだけ了解。ここここ。はい、殺します。オッケー。そしてナイスダマー。プロキテンジェルク。こんにちは。何とこなきちゃった。あいしょい。やめ。あと13秒耐えて、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 耐えていく。はい、オッケー。やっぱ。沼ちゃん。おら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 、ナイスダマー。ナイスナイスオッケーナイスナイスいいね塗ったもん勝ちだからいや素晴らしいタムーフェス初戦勝利完璧ということで終わったがよろしいようでじゃあ次回のいやすげーフェスもっと楽しもうぜもっと楽しもうぜもうあのこの年になると楽しむってこれは無理なんですよいや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 あのせめて視聴者を楽しむ気持ちは忘れないで。なんで黙ってんだよ。おい、ラジオだぞこれ。ラジオなんでしょ、タムさん。ラジオらしいよ。らしいよじゃ。この企画始めたら誰だよ。ラジオらしいよ。そのおかげで。いやマジで。うん。あれタムにさあのマイク買ってほしい。変換そうボイスチェンジャーとかバリバリに使ってリバーブとかかけまくってほしいリバーブかけたらもうだってもう毎日自分のあのなんちゃって在宅部屋を今作ったからさ在宅仕事部屋をさそこにこもってもずっと変換使ってもおかえりとかさただいまただいまただいまとか一人で言ってるやつだよなよなキモすぎるいい意味でキモすぎるいい意味とかあるキモすぎるいい意味とか今日も始まりました始まりました始まりましたいや悪口もね全部いい意味でってつければね悪口に聞こえないから悪口言っていい悪口ってことねどんだけ悪口言ってもいい意味でって言えば悪口に聞こえないから言ってみちょっと言ってみちょっと一回言ってみバーカいい意味で忘れてんだよ、おっせーおい、ただの悪口だよ。アホが。いい意味でね。いい意味でアホだよ。バーカ、バーカ。いい意味忘れてるよ。大丈夫そういい意味、うん、いい意味でね、いい意味で。バーカ。あーおい、取るね、取るね、取るね。ナイス球いいよ、ナイス球、ナイスナイス玉で押していけばいいから押してけ押してけ気になってたんだけどお前のそのナイス玉ナイスって何なんいやそのまんまやんナイス玉ナイスだよってこと昔からって言うほど昔からじゃないだろいや君は昔からそうだいやいやナイス玉ってスプラトゥーン以外で言わねえよ俺毎日言っちゃうじゃんおはようおはようナイス玉ナイス言ってねえいい意味でねまあまあやべえやつだそれいい意味でねいい意味でいい意味でやばいあーそういうことかサメじゃ無理なんだサメじゃ無理いやサメでナイス玉壊されちゃうえそうなのサメで下で爆発されると壊されるマジでいい意味でやばいなそれサバにやられたサバそれサバにはやられるわお前アレルギーなだけだろ元気注射くれといて元気はサバアレルギーだピントン今言ったから大丈夫だよ。ピントンって何？元気がサバーレルギー。ピントン。めんどくせえ。今その入れないでも自分で言ったから。で、スイッチつけたから、己で。ピントン。ピントン、元気はサバーレルギーです。ちょっとやばいよ。やばい。マジで暴れられてる。ナイスダマナイス。ナイスダマナイス。オッケー。ちょっと裏取り行っちゃうかな俺ワンヌリが強いだけで別にね
今気づいたことがある。おう、ナイス、いけ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 。ブラー2とか3も含めてやっとるんじゃけど、あの金もで使うの初めてですよ。わるか、お疲れ様。ナイス、金もで込めて。わるか、おのれで言ってくスタイル。ナイス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 。あ、来たよ。これしっかり荒らしてこ。あー、壊された。荒らしー、荒らしー、荒らしー。おーゆう、おーゆう、ちゃうの。おーゆう、おーゆう、おーゆう、ちゃうん。おー、ドリーム、ドリーム、ドリーム。はい、勝ったー。これ完全に勝った。ドリーム掴んじゃってるね。ふう、いや、負けてね。勝ってる、勝ってる。はい、こんなもんすよ、ダット。俺らが揃ったら、イエイ、ナイスタムナンバーワン、イエイ、イエイ、ナイスもナンバーワン。ふう、やっぱ4人でできるゲームだからもう1人欲しいよね。じゃあ、投資に買っちゃう、スイッチ。そうだな、投資も、投資に買ってくれればな、地球人全員揃うんだよな。じゃあ、一人、ん？どうした？え？どうした？どうした？何でもないっす。うん。スイッチを、じゃあ、トリッピーと私でスイッチ1万円ずつ負担して、現金でソフト買ってもらって、はい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 、完璧じゃん。完璧じゃん。完璧じゃん。もうメルカリで探してくるよ、俺。スイッチのプラス3、2000円で。2000円多分それスイッチじゃねえわ。いやいや、スプラス3、スプラス3ね。あ、スプラス3か。多分ないぞ。スプラス3っていうコピー用紙に挟まれたスプラ2だと思う。コピー用紙に挟まれてんの。コピー用紙してえぐ。コピー用紙。元気、それ探してこなきゃダメだ。コピー用紙に挟まれたプラス3って書いてあるみたい。探さなきゃダメだ。それ2000円で買わなきゃいけないから。あの、ツイッターであったよ。スイッチの横にある写真4万7000円って。ああ、やば。でもなんか、ツイッターで論争が起きてた。それ発送したらスイッチの横にあるっていう状態はなくなるけど、どうなんのとか言って言って。なるほどね。トンチ合戦してんじゃねえよと思ったけどな。スイッチの横にある、そうだよね。写真じゃないといけないわけだ。うん、そうそうそう。そしたらそれはもう返品ですよ。もうなんか、スイッチだとしても4万って高すぎだろと思って。うん、高えな。転売価格でも高いんだ。4万じゃねえか。2万ぐらいでしょ。スイッチはそうだ、2万ちょいって。でも有機EL でも2万ぐらいでしょ。そんなもんって買えんの今。そうじゃあ、俺らスイッチ2万円で買って、メルカリで1万円ずつ売ろうよ。どうぞどうぞ。逆転売やしよう。いやいや、何のメリットもそれ。みんなに幸せを。まあいいじゃん、みんなに幸せを支給し。そうです。幸せを、地球人の形で。ああ、思わせてくれた。いいよいいよ、塗ってるよ塗ってるよ。ここでナイス玉を投げていく、詰めていく、カットしていく、敵をカットしていく、カットして倒していくってことね。倒やばい、めっちゃやばい、めっちゃ襲われた、めっちゃクーゲルに襲われた。あ、やべえ、すごい邪魔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 、どうしよう。すごい邪魔。すごい看板が邪魔なとこで、とん、ナイスタム打っちゃって。あー、看板に引っかかるんですよね。ここに投げらんなかった。やっべ、トルネの中に突っ込んでた。今度は先にトルネがあった。エグすぎ。もう、トルネの中心で愛を叫んだ、今。ボム投げすぎ、バカ。殺せ殺せ、このクーゲル。よし、エビチ
クーゲルはね、まだ持ってないんですよ。てか取れないんですよね。レベルが30じゃないから。いけいけナイスナイス。なんでバレた？そうだろう。バレるわけがないんだよ。チートか？おい、やるね。いや、全然チートにすんな。負けたらすぐチート。嫌な、嫌な、小学生じゃん。いっけ。あら、カニが。カニ？ちょっと待ってー、これきついよ。あと20秒で返せる？あー無理だよ。やばい、ボム投げすぎ、ボム投げすぎ。ダメ、倒せない。まあ一旦勝ちすぎたか、これ一旦勝ちすぎたな。こういう時もあるわ。まあ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 、まあまあ、全然実質負けですよ。いや、負けてんのよ。実質もないもん、負けてんのよ、普通に。いやいや、実質でしょ。実質じゃない、実質じゃない。バッチボコに負けてる。だって見てる人はね、あの、盤面見えてるから。いや、負けたと認めてなければ、実質負けなわけですよ。あー、なるほどね。そういう理論ね。そうそうそう。負けてねえわ、それ。そう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 。逆転の発想ですよ。うん。何言ってんの？100倍持ち込んでかな。今日は100倍、10倍マッチ来たら、いや、嘘です。いや、嘘です。ちなみになんか俺の知り合いが5時間やって、うん、1回しか10倍マッチ来なかったって言ってました。あ、それ何、トーから始まってリーが続いて次に小さいツが入る人。え、違うと思う。その知り合いじゃない。あ、いや、全然本当にみんな知らない知り合い。ああ、全然俺全然知らない。3回ぐらい今日やってて。俺も3回ぐらいなの。全然みんな知らない知り合いって。もうそれ誰、知り合いじゃないじゃん。いや、俺の知り合いね。あ、じゃあそう言って全然みんな知らない知り合いって知り合いじゃないよ。わかるだろ。わかるだろ。いやいや、言葉のあやだろ、それは。いやいやいや、嘘でしょ。全然みんな知らない知り合い。いや、それ知らないよ。ケンシー。え？大変だな。君がそう言ったんだ？こういう時ばっか頭上げ足取ってくんだよな。普段上げ足取られまくってるから。そうだよ、やるときはやるんだ。やるときはやるんだ。バイガシャ。おかしいな。三分割直樹。ボケやん。あ、ちゃんと拾ってよ。もうそのドラマも見たことないから、本当にそうなのかなって。見たことないの？ないよ。だってドラマ嫌いだもん。めちゃくちゃ面白いのに。え、でもイカゲーム見てやん。あ、見た見た。見とるやん、ドラマ。いや。全部のドラマ見ないとは言ってないじゃん。ドラマが別に好きじゃないよって言ったけど、なんでそれって勝手に決めつけ。あれどうでした？サンクチャリー。あれは良かったですよ。全8話っぽいんですけどね。なんか結構最近は流行ってんの、あの全話一気にもう出ちゃう。いやー、あれが一番よ。もう僕みたいなね、あの続きが気になるから、あのドラマは見たくないっていうタイプの人間には最高だよ、ね、まあ確かに確かに、それはそう。俺も同じ、見たくないじゃないけど、なんか待ちきれないわ。あれ待ちきれないから、もうだから週刊少年ジャンプとか買わなくなったって。一尺乗ってんのに。だから単行本買うまで我慢しようって。やばいやばい、あ、くそ。いや、あれは良かったよ。あの2話までの時点で、うわ、うん、これ終わったわ、うわ、はいはいはい、いつものパターンね、はいはい、まあ、いつものパターン、ドラマも全然見てない。ようあるパターンね。
主人公で最初は調子もない人間でそこから構成していくパターンのやつねみたいな。ああはいはい、クローズパターン、はいはい、古今的なね。そうじゃねえわ、はい、もうやりきれないよって思ってたらね、あの7話でね私大号泣しました。めちゃくちゃやられとるやん、完全に、テンプレパターンにやられとるやん、まあ、あれはいいドラマですよ、はい、やばいこれ、いや、いける、いける、勝てる、勝てる、相撲がそんなに知らない人にもおすすめできる、まあ、まあ、相撲っていう概念を一回取っ払って、あの、一人の、なんだろうね、17歳、18歳の男の子の物語って考えると、感じる、ああ、そういう感じね。やすいんじゃないかな。はいはい。よりもどうしようもない、敬語も使えない人間がいきなり親方に向かって教えてくださいって頭下げるんだよ、もうね、今話してて泣きそうですよ。7話まで行かないと感じられないんです。いや、もう6話ぐらいからね、まあ、あの2話まではね、まあ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 そんなもんでしょうつって見ててね、まあ、とりあえず3話見ましょうつって3話終わって、まあまあとりあえずそのまま4話見ましょうって、まあまあ4話見たんだったらね、あと半分だから5話見ましょうつって、すげえなんか深夜まで見てたもんね。ああ、結局見終わったの3時ですよ。がっつりハマっとるやん。そして負けとるやん。サンクチュアリの話したらあっさり負けとるやん。まあまあいいんじゃないですか。こんな、ほら、集中して無言になるよりは。集中して無言になってんの、いつも。いや、なんだ、うるせえな。お、切れてる切れてる、キレンゾ出てる、キレンゾ出てる、キレンゾてんねこの野郎。キレてんだよな、タブーのキレンゾはもう切れてからなんだよな。まあでもあれはぜひ見てほしい、ネットフリー、ネットフリーどうせ契約してるでしょ。え、してないの。映画だよ。いやいや、タブー一つ言っていい、はい、君さ、ドラマ見ないんでしょ。見ないよ。なんでネットフリー契約してんの。え、だって僕が契約してないからね。嫁が契約するやんけ。おい。じゃあ契約しててもおかしい、契約しなくてもおかしくないだろ。いやでもね、面白かったよ。だからレミノは契約してるけどな。何レミノ。レミノ新しく出た動画配信サービスよ。あ、そんな。さすが最新のサービス詳しいね。いやもう全然知らん。あのね、最近のねゲームじゃなくて、あの動画配信っていうか、あのドラマ配信というかアニメ配信というか、高いよね、マジで。普通に考えたらさ、あの、うん、例えばだけどレンタルビデオ屋でさ借りるってやったら、うん、5本で1000円とかわけじゃん。まあ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 、そう考えると安いんじゃないのって思い聞かせてる。思い聞かせてる、思ってる、思ってないけど頑張ってるな。頑張って、あのだから最初思ったよ、あのなんていうの、曲あるじゃん、はいはいはい、あサブスクか。うん、最初サブスクの最初ちょっとどうなのかなと思ったけど、いや、うん、よく考えたら CD をレンタルビデオショップで CD を借りてレンタルして MD とかに焼くって考えたら、うん、MD 思い聞かせた。MD か、 MD で買うとかって考えるとそうだね、うん。いや懐かしいっすね、 MD 聞いたことありますよ。25、6ぐらいまで現役バリバリで使ってたから。ウォークマンですからね、僕は。あれか、カセットテープ入れるやん。あ、でも CD プレイヤー持ってたよ。なんか生きてた時期があったからさ。CD プレイヤーって中学生の男子全員持ってるもんじゃねえの。なんかさ、あの、やっぱ CD 音源なんだよね、みたいに生きてた時期があったからさ。ああ、そういうことか。うん。いや、あの、曲を聴く手段が CD しかないとかじゃないわけね。全然ウォークマン。ああ、そうですか。僕らの僕らの時代そういうのなかったかな、学生時代。ああ、そ
そういう時代もあったんだよね。知ってる知ってる。キングエイドさん、なんか途中であのあいつが出てきたんだよ。au さんからあのリスモ。あいつ。あ、リスモね。俺もリスモめっちゃ使ったわ。当時思ったよ。絶対流行んねえだろ、こんなん。いや、流行るでしょ。俺だって、4GB のハードディスク積んでる携帯使ったわ。4GB のハードディスクだよ。やばいでしょ。いやすごいね。その当時の時代だったでしょ。今4テラだけどね。いやこれ勝てなくはない。ハンコやばい。沼ちゃん。とは勝てないね。最後トロに投げられてるし。まあ、金モデに飽きたら武器を変えるっていう選択肢もありだな、うん、ああ武器変えるか。来た来た。早かったな今。食い気味だったぞ割と。殺せねえんだもん。じゃあ一回抜けて武器を、うん、オッケー。じゃあじゃんけんで決める。いいよ最初はグー。いや違う違う、あのディスコードのディスコードのエフェクトチャンネルで、そういうさ最新のさなんかディスコードとかなんかそういうのでさなんか使ってじゃあやべ続けろしちゃって何してんだよ。抜けて抜けて。どうやって抜けんだよ。抜けれねえよ。終了。え、キャンセルできない。キャンセルできなかったから終了した。上ディスコードのテキストチャットでせーのでグーチョキパ取り方出そうぜ。なるほどな。ディスコードのテキスト、あーこれか。へい入力した。はい入力した。うん行くよ。せーの、はい。俺負けた。じゃあタムーと俺ね。はい、ちょっと待ってね。早いって早いって。いきます、せーの、はい。うわ強っ。おーでタムーが打ち見ていいよ。え、ローラー何のローラー。もう使うってたらバリアブルローラーでしょうよ。元気持ってるの。ちょっと待って見てみるわ。ジムワイパーでいい？ダメです。下の話聞いてる？僕はじゃんけんに勝った王様だ。君はそれに従ってもらう義務。じゃんけんに勝っただけでこんなに強気に出る？私はじゃんけんに勝った王である。いないよ、日本中探してもじゃんけん勝っただけでこんだけ生きるやつ。バリアブル重っ。バリアブルローラー。いやだってバリアブルってあれだもん。あった。あのドイツ語で重いって意味だから。あ、そうなの。まあ嘘だけどね。だろうと思ったよ。しょうもねえ。まだ騙されてくれる人がいるんだよこの世には。調べてるわけないじゃんタムが。まあ本当にそれでバリアブルで調べてな。どっかの言葉だったらどうする。ちょっと調べてみよう。俺若者だからこういうのすぐ調べちゃうね。出た若者。もう元気も若いとは言ってらんないぞ、うん、まだギリ。最近どうですか。俺年取ったなとか思うことあります。年取ったなって思うことしかないんだけど。俺年取ったなって思わないからな。だって若いからさ。こうぶっ飛ばして。危ねえ今こうまで言ったわ。こうで止まれたわ。まだ年取ったなってね、あの僕あれないよ。朝起きるとき、それこそ小学生のとき親父がさ朝起きるときなんかうわーとか言って起きてたのよ。ああ手を走りながらってこと。そう、あの帰省で多分体痛くて伸びてる。ああはいはいはい。っていう音なのか帰省なのかわかんないけど、それをね今やってんの。
それはないな。もうね、どんどんあの時なりたくなかった親父になってる。起きた時はないな。起きた時だってスーって起きてスーってタバコ吸うもん。スーじゃない、うわっ、あたたたたたた、うわっ、8時間、うわっ、うわっつって、あと起き上がる時にうしょって言わないとダメになってきた。よっこい小一じゃないの？よっこい小一はね、あのまだ無意識じゃない。無意識の時に、よいしょって言ってる。あ、でもあるな、俺。一個だけあるとしたら、うん、あのね、傷の治りが遅い。もう、遅い。マジで、なんかあの、出来物ができて、血出てきて、潰れたと思って、そのかさぶたがね、永遠に治らんの。そのかさぶたね、あのしばらくするとね、永遠に治らないままシミになるよ。ああ、なるほどね。そうやってシミってできるんだ。僕の体はね。傷治りが遅いのはちょっと困るからさ、どうにかして傷を早く治す方法がないかなっていうのを知りたいんだよね。センズだよ、センズ。センズ？うん。これなんかドラゴンボールの枝物みたいなやつ。あ、そう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 。どこにあるのそれ。ドラゴンボールの世界。何を言ってんの、当たり前じゃん、ドラゴンボールの話してんだろ今。いやいや、バカすぎるでしょ完全に。発言が。なんでだよ、なんかなすぐ治るのないって言ったから、僕は思い当たるドラゴンボールの世界ですよ、センっていう食べ物があったな、うんって今伝えたわけじゃないか君に。え、ドラゴンボールのじゃあ世界に行けるって、行ける方法がある、行けたらいいよね。じゃあリアルで使えねえじゃねえか。リアルはもうあれだよ、キューピーコアアルファみたいな。いや、もうそれ使い始めたら終わりだと思うよ。いやもう今日ね、ちょっとコンビニで手出たよ。コンビニで手出たはやばい、なんかそれ殴ろうとしてない。いや今日ちょっとね、お出かけをしたわけですよ、ゴールデンウィークなのに。だからじゃないの、ゴールデンウィークだからじゃないんだ。なのに。もうね、2万歩前後しか歩いてないはずなの。はいはいはい。両膝痛くて痛くて。2万歩、うん、俺とトリッピーなんてドラクエウォーク流行った頃5万歩くらい歩いてたよ。これまだ若い時でしょ。いやいや、トリッピーそれその頃2年前ぐらいだよ。トリッピーその時まだ29でしょ。俺いつだと言ってんの。あらだって今年40でしょ。計算はのせてもらった。どういう計算したかちょっと計算式教えてもらっていい。 1年で5歳年取ったから。何、人間じゃないの。トリッピーだよ。いや、あ、人間という種族超えてるトリッピーは。俺はトリッピーはトリッピーだから。武器揃えたん。もう部屋作ってるから早起きてもらっていいかな。言うてもらっていいからじゃあ。ずっと待ってるんだけどな。いや、あれずっとバシャバシャ塗っとったい。全然違うんだなと思って。え、あのギアはそのままでいいんでしょ。あ、ギアそのままでいいでしょ。うん、笑えるわマジで。やっぱね、ノラでスプラトゥーンやってる人はね、辛いと思う。ワイヤブル3体なんてね。いや違う。仲間内でこうワイワイやりながらさ、このゲームやってるからいいけどさ、一人でやってたら結構しんどいんじゃないかなって思う。やっぱり当時にスイッチを買って、うん、ちょうどね、4人投げたの、我々、地球人は。それまだ擦る？それ、公式としてネタにして大丈夫なの？なぜ黙んだよ。知ってる？日本にはね、黙秘権というものがあるんだよ。今使うのよ。
日本人の特権だよ。これさ、はい、縦振りは前に行きながら振った方がいいの、後ろに引きながら振った方がいいの。これは君がやりやすいようにするんだ。でもあれか、後ろに引くと届かなくて倒しきれないみたいなことがあるの。距離によるか。距離による。むずいな。私基本多分だけど、縦振りは塗るとき以外しか使わん、うん、あ、塗るとき以外しか。あ、ごめん、なんつったよ。塗るとき以外しか使わん。だいたい縦振りじゃんそれ。でもまだ酒残ってるわ。ビール残ってる。ビール残ってる。いや、何杯飲んだ。何杯のお姉ちゃんに絡んだ。2杯ぐらいだよ、でもビールは。ああ、じゃあ2人にしか絡んでないの。そう、あの1人はね、あのすごいあっちから絡んできてくる、うん、今日点の取り合いすごいですね。いやー、そうですね、ホームラン僕ですね。はい、寒くないですか。ああ、全然寒くないですよ。キモすぎる。実際そんな反応してないでしょ、うん、知ってるよ俺は。ああ、そうですね、あの、はい、そんなないですよ、はい。いや、陰キャ感増すからやめろよ。いや、すごいっすね、ホームランも。ああ、ありがとうございます。神宮はね、飯がうまいからね。ソーセージ食ってありましたわ。俺も神宮よく行ってたんで、ちょっと前は。うん、バイトね。いやでも思ったんだよ、やっぱ時代だよね今。それこそあのビールの売り子のお姉ちゃんってさ、昔あの右手か左手かを忘れたけど、検索めっちゃ挟んでたじゃん。ああ、そうかも。今ね、 B 払い対応してますって書いてて。 QR コードいけんの。うん、ビールの姉ちゃんも。ビールの姉ちゃんも。へえ。だからね、あの1000円を持ってないから、うん、どの姉ちゃんが売り上げナンバーワンか分かんないかもしれない。いや、それ知らなくて別に俺らよくね。どうせだったら、もうすごい失礼な言い方だけど、あんまし稼いでないお姉ちゃんに頑張れっていうおじさん的なポジションでね。あー、なるほどね。大体あるんですよ、はいはい、でもそこ呼ぶって分かる。分かんねえよ。じゃあ、食べやん。呼んでから気づくわけでしょ。そう、2杯目、3杯目とか頼むときはあれか。うん、あの子から。そう、買って、給料上げてあげよっていう。はいはいはい。キモおじの発想だった。キモおじの発想、自分で言うの。これはね、ここ2、3年でね、あの決めてることなんで、ビールのお姉ちゃんが買う条件。うん。ふくらはぎの筋肉がめっちゃしっかりしてる。そこ見てんのがまずキモいって思われるって。いや、この子はめっちゃ階段登ってんだな、あんな重いの持ってって。確かに確かに。死ぬ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 。40キロだから20キロ上げらしいからね、あれ。そんな重いんだ、あれ。あー、まあ、20キロだったから20キロか、あれ。いいと思いますよ。俺らじゃ持てないな。モテないよ。いや、俺とトリッピーの話だ。え、なんでハムはモテんだろ。僕は貧弱だから。筋トレマニア何言うか。いや、貧弱で見てこの貧素な体。見えない見えない。見て、やっぱりクーゲルマジやばい。どうしたらいい。ローラーが効かったんじゃないのこれ。いやいや、一回の負けでそうやって決めつけて、いやーな、最近の若者は。いや、これ武器のせいじゃないか。いやいや、もう多分勝ててる？ん？勝ててる？一切殺せてないよ。いや、ローラーこれだったら無理やん。向き不向きのステージとかもあるわけじゃん、まず。なんで一回で決めるわけ？その子のさ、可能性をまず見てあげようよ。そうだな。そうだよ。一旦ここは負けだけど。ぶち殺すぞ。切れてる切れてる。一回で決めないの。そうだな。よくない。
バッチボコにやられたけど、まあまあまあこういう試合もあるよねって感じだよね。だから実質負けだよだから負けてんのよ実質負けっていやいやもう早ろそうぜ。うん、これも実質負け。実質勝ちだったら分かるけどね実質負け。実質負けて本当に負けてたら負けなのよ。いやいやいや実質負け。いやこすりすぎだってマジで多分そういうとこあるからな。なんか同じことを何度も何度も繰り返しちゃう感じね。あ、天丼マンだからしょうがないよそれもなんか年取ったって感じだよね。なんでだよなんかいない、なんかさ会社のさ上司とかでさそういう人いない、うん、飲み会とかで同じなんか受けたら同じことずっと言っちゃうんだよ。あーなるほど、いるねいる。あ、じゃあ僕はもう 5,6 年前からおじさんってことだねそういうことを君は言いたいわけだ。完全に。いやいや俺は思ってないよ。いやいや君からの、でも見てるみんなが思ってるって聞こえた今、はい、今君からの発言じゃないか。いやなんか見てるみんながそう思ってるって感じた。いやいや誰も見てないよこんなの。いいんだよ今は別に見てる見てないとかじゃなくていや誰も見てないはダメだろ見てる人いるよいないよ。いる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 。見てる人がいたらぜひコメントで教えてね。タムーの励みになるよ。誰が励み言ってねえわいや俺はむずいな結構。どれどれみんながどれくらいキルしたか見ましょう。おお、トリッピ3キルいいじゃない。おお、元気3キルいいじゃない。まあまあまあ、いやおい乗って乗って乗って、はい、乗って乗って乗ってどうした。おい乗って見てください。まあ、デス数が少ないから。そう、あと少ないからね。あと見てほら塗りバトルだから。あ、そうだね、あ、なるほどなるほど、確かに塗ってる。でも0級だと敵が塗る時間が長くなっちゃうんだけどね。ね、その間君たちは倒してるわけだろ。まあそうだな。そんなのは連帯責任だよ。これどのぐらいロックオンできるんだろう。うわ、めちゃくちゃロックオンできる。そうだよ。すげえすげえすげえ。まあでも敵5体しかいないけどね、4体。なんかもうちょっと後ろに下がれば、ま、もっと入るの。入るけど実応体じゃねえや。実戦では使えねえよ確かに、はい、カラ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 、僕のカラカラっていう発言。トリカラマッチ。トリカラマッチって何なの。いや、鶏と唐揚げのマッチ。素晴らしいよ、ね、唐揚げ食いてー。いやー今日ね唐揚げね、あの、あれ食ったんだよ中華街で。え、中華街来たの。あ、今日中華街行ってきてそのまま。あ、ね、そう、タウジーパン明治神宮行ってきた。移動距離、なかなかすごいね。いやー、疲れたよ疲れたね。疲れたよ。疲れたいよなんでマッチしません。マッチしません。はい、マッチしないことにはどうしようもない。うん、いや2回やってマッチしなかったら武器変えよう。オッケー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 。いや中華街ね、やっぱさすがゴールデンウィークですわ。やば、何でた。いやもう朝の最強戦。あ、朝の最強戦ね。最強戦って聞こえた、最強戦。ああ、違う、最強戦。朝の最強戦。そんな空気悪かったのかな。すごかった。で、なんか飛行機とかもさ、うん、あの、混みすぎてゲート入れないからっつってって、飛行機から新幹線に乗り換えてくれる人は協力金あげますよって言って、その新幹線代プラス3万とかもらえたらしい。あー、なんかネットに上がってたね僕だったらぜひって言うけど。いやマジでね、だって飛行機で出かけるようじゃないけど、ね、新幹線のチケットを代わりに補填してくれるプラス3万円くれるってことでしょ。そう、しかもあのもちろん飛行機の分もキャッシュバックっていうか払い戻し。え、やば、
全然いいんだけど。ね、その分時間がまあかかるから、予定とか決まってない人だったらいいよねって感じ。そうだね。時間決まってないけど、すげえこすい話をするのであれば、ただでそこに行けるってことでしょ。そうだね。でも悪い。ただどころかホテル代も出るぞ。やば。ホテル代も出る。ホテル代が3万もらえるからさ。あ、そういうこと。悪いやつはそうやってね、なんかやるんだよ。やば。何これ。カムキャップドド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 ドっていう。何やる。全部一緒通るじゃん。俺らも全部一緒じゃん。あ、味方が一人あれか。そうそう。だから言ってんだよ、投資が。この場合、もうすれば、はい、4人揃って、できるよねっていうさ。確かに確かに。投資、この放送見てくれてるかな？録画放送で、メンバーがやれ1時間、ちゃんと見るっていうのもどうかと思って。まあね、長いよね。無理無理無理、インクない、インクない。やべしな。あれ、ローラーってどうやって使ってたの？やばい、鬼のように入られてきてる。サメライドやばすぎ。引き殺したって今俺。絶対。絶対。引き殺したって今俺絶対。使ったり動きがえぐいな。敵陣地行って塗っちゃうか。ローラーの強みそこでしょ。無理勝てない。殺せない。引き殺す前に殺される。引き殺すをしちゃうともうローラはダメなわけですよ。めっちゃ濡れる。あまじない。めっちゃ濡れる。死んだ。めっちゃ濡れると思ったけど全然塗ってねえわ。あ、バリアブル塗りじゃないから。塗りじゃないの。うん、塗りはスピードローラーよ。塗りバトルだ。そう言われるとさ、何も言えないんだけどさ。どうにかして真ん中を取らないと。でも丸井さんがたまんない。塗りがたまらない。無理だ。引き殺せないな。全然塗れないから丸井さん全然打てないんだ。ね、丸見さん全然打てない。そうなんです。あ、丸見さん貯めるときは縦振りで貯めてって打つしかないですね。なるほどね。でもやっぱローラーも味方の援護あってなんぼなんだな、これ。いや、そうだと思ったわ。ローラーバッカーときついな、ね、ワイパーとは間に合わない。オッケー。まあ2000ごときじゃ分かんないか。そうだな。まあ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 、うん。明らかにくっついてるやん。まあ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 。わいわい、頭もポーズも一緒じゃねえかよ。っていうことでしょ。これ妹も関係あるの？妹関係なかった気がするけど、まあ揃えたりするんじゃない、せっかくだから。ああ、せっかくだからね。俺も前やってて。でもオープンだと貢献度マイナス、あ、ま、負けてももらえるのいいね。あ、まあそうね。チャレンジの方だと負けたらもらえないから。チャレンジやってたの？やってた。俺もチャレンジ全然やんないよ。チャレンジやる意味ない。ガチな人がやってる感じかな。ああ、なるほどね。だからなってよかったんだ。なんか、そう、チャレンジ全然勝てないから、チャレンジやらない。ちょっと10倍以上のマッチ1回やりたいな。やりたいね。うん。できるなら100倍マッチ勝ってスクショ取りたい。ああ、1回も見たことないけどね。もし、そう、
もしそれをやるんだったら遊んでる遊んでない方がいいよ、こうやって多分来ても来ても多分勝てないでしょ。いやいや、その100倍待って力出してこそ YouTuber でしょ。なるほど。で負けたら引退ってこと？え、スプラ引退？どっかの誰かさんに聞いたんだ。そうなの？ゲームアインソースでしょ。ああ、知り合いね。うん。知り合い A ね。知り合い A。でも武器揃えてこう何倍マッチ勝つって結構大変だよね。多分。いや大変だよ。みんな普段違う武器使ってるからさ。あれ、じゃあ今後みんな同じ武器でやる？きつくない？きついよ。魂こもったな今の。きついよ。きついよ。なんせ。なんせきつい。いやもう許可が下りるんだから、じゃあみんなバリアブルオーガー。当然。マルさん来た。来てマルさん。殺せ殺せ。やべえローラー来た。やべえ死ぬ死ぬ死ぬ。行け濡れ。さあ手振りで塗るんだ。そして丸めさ撃て。ほら足りねえ。レーザーやばすぎ。レーザーやばい。塗れ塗れ。もう縦振りで上から塗ってればいい感じに塗れなくもないこともない。塗れなくもないこともない、うん、塗れなくもなくもなくもない。もうすぐインクなくなる。あ、ゲシュタルトが崩壊してきたよ。ゲシュタルトが崩壊。私のゲシュタルトが崩壊してしまった。最悪だ。マルミサ構えた時にレーザー来ちゃった。ああもうそれはあれだよ、どうしようもねえ。どうしようもねえ。縦振り中にあのスプラッシュボム打たれるのでしょ。ああ、地獄。動けない。もうそれはもう死あるので。これでタイミング勝ってんな。勝てる気がする、ね、あー無理。慣れですよ、慣れ。慣れか。まあどの武器も慣れか。そうです。足遅えな。ありがとう。どんぶり。レイ、引っ殺せウェイ。射程が長いのはどうしたらいいの？それは近くに行って横から撃っちゃう。激ムズ。そうよ。でも塗り勝ってるよこれ。今今だけちょっと一旦。でで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 上からバシャバシャやられてますよね。上からバシャバシャやられてますかね。やべ、とりあえず丸ミサ撃っといた。ナイス。とりあえず撃っといただけ。どうこれ、勝ってんじゃない？勝ったか。勝ってんじゃないこれな。結構今のはいい感じだったぞ。あ、今のいい感じマジで。あ、うん、負けてん。あれ、うん、あ、勝った。ナイス。これ実質勝ち。いや、いいな、勝ち。これは実質勝ち。いやいや、実質いらないから。これはいらないんだ。これ勝ち。よしよし、縛りプレイで勝ったぞ。よしよしよし。やっとローラーの使い方思い出したよ。はい。おどすぎる。うん。よし、この調子で勝っていこう、どんどん。いい。今、タムーがスーパーか。スーパーカー派。うん。スーパー力派ね。あ、そうだ。スーパーカーじゃないよ。スーパーカー、力派ね。スーパーカー派。ちなみに。なんだ、スーパーカー派と思ったけど、そういうことか。アホだったな、今。スーパー力派ね。
カツオキモーイ。スーパーチカラハネ。スーパーチカラハネ。スーパーチカラハネ。スーパーカー。あなたはスーパーカー派ですか？それともモトローラーですか？トラック派です。そういうこと。どういうこと？え、どういうこと？いや、知らないよ。俺に振らないでくれ。おい、役者さん。ん？めっちゃ揃ってんじゃん。え、たまたま？いや、同じ、合わせてくれたんじゃない？あ、そういうこと？え、この味方の人？そう。さっきも、ありがてえ。続けてない？違う人？あ、そうか。続けてるか。ありがとうございます。ゴイゴイス。あの、であれば武器もご一緒どうですか。ローラ4枚割と地獄でしょ。3枚でも地獄やからね。本当だよ。それもほぼ初心者が2人いる。ローラ。モリモクではそうだよね。途中で入れるのはいいよね。ね、そこね。武器を。これは思った。上からバシャバシャ敵にやられて嫌なことシリーズ上からバシャバシャいややべえ今なんか縦振りしようと思ったら敵に撃たれてクククククククってやっやべえめっちゃ壊れてるめっちゃ壊れてるめっちゃ壊れてるえ、どこ行った？あ？行ったジムワイパー敵の編成がジムワイパー若葉もみじ、普通のプロモデラーです。あ、でもこの若葉の人が強いんだお強いんだお強いんだお若葉の人が強いんだおそうだおジムワイパーにやられまくってんの俺味方陣地の塗りが甘い塗っとこうまずこういうところからだから塗りはね塗りは本当にちょっとの差で負けるからね塗っとかないちゃんと、まあ、これもローラーの仕事ですよ任せてください全員過半数以上がローラーなんですけど。カラ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 ローラーじゃバリアはきついって。うん、ワイパーアウトスーパーボールとしてもずっとやられてるわ。いや、きつーい。最後、バチクソに来られたな。あえてこの人もシャープマーカーに行ってみる。シャープマーカー合わせる。持ってた自信がないけどいや多分やめちゃうんじゃないかなうん多分やめちゃうと思う多分ね分かんないけど多分やめちゃうんじゃないいや実質やめると思うこれ累計貢献度とオープンとチャレンジで分かれてんのか読めなかったよ。そう。変えればよかった。優しいね。ああ、カリスマかやっぱり。出ちゃってるカリスマ。カリスマカハだから。カじゃねえんだよ。絶対何人かいるよこれ。カって呼んだ。いないだろう。力勇気、あ？
あ、俺ずっとさ、力、勇気、愛だと思ったんだよね。じゃあ力、勇気、知恵だと。愛と勇気と力だと思った。それ、あ、違うわ。セーラームーンの文字が違った。セーラームーンなんだ。愛と正義の美少女戦士だった。あー、聞いただろう。何？三択が愛か正義か美少女戦士の三択なの。美少女戦士。嫌な三択。嫌な三択。アムだったらどれ選ぶの？美少女。美少女。あ、やべえ、一人来た。ここ4枚入った、オッケー。4枚丸さ入れてく、雨きつい。ああ、はい、4つ入れてく。はい、4つ入れてく。もう入れれば入れるだけプレッシャーかかんだろ、こんなもん。見たら陣地乗っとくか、いっか。リベンジしてく。いいね。上からか。敵倒すのは本職に任せて。俺らは塗っておこう。どうなの？いやー、無理っすね。無理っすね。インクすぐなくなる。うな。大事ですよ、バリアブルは。メイン攻略積んできた方がいいかも。ああ、ありがとう。終わったんじゃない？あっぶんねー。私積んでないけど。積んでないんだ。うん、やべえ。ローラーは人速関係ないんだね。いや、あるよ。あ、人速はない。ないよね。バッチボコに塗られております。バッチボコに塗られております。入ってたら。どうにかして裏取れねえかな。血水はね、きついんだよね。無理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 無一人も殺してない気がするな。なるほどなるほど、面白いな、君たち。いつに面白い。やよし、ぶっかるか。ぶっかよう。よい。まだその人残ってくれるかな。これはでもシャープマーカーだって持ってない気がするな。うん、持ってないの？うん、多分持ってない。持ってた記憶が。まあとりあえずつけてみるか。でこの人抜けたら全く無意味だけど、まあまあいいでしょう。まあまあ無意味ではないです。666、悪魔の数字。いや、やばいんだよね。貢献ポイントが666だった。チャプマにするってこと？うん。チャプマか。ネオだった。普通のチャプマ、シャープマだった。ちょっとそれはわかんないですね。うん、ね、カニじゃなかったか。あと持ってなかったっす。持ってないっすね。あ、じゃあ、どうすんの？じゃあ、時間ない、時間ない、時間ない。バカバカ、バカバ。若葉どこ若葉がない、若葉がない、若葉が見つからない。バリアブルローラー間に合ってねえ。今ねだ、やっぱシャープマーカーネオだ。まあ、ネオね。でもちょっと武器買いに行けないかな。そうだよね。せっかく服合わせてくれる人がいいんだから。ねえ、
でもこれ若葉の意図に気づいて次タムーとかの人が若葉に変えてくれる可能性ある。ワンちゃんね。うん。あ、若葉だったらまあまあやれなくはないっすよ。はいみたいな感じで。誰だろう。なんか絶対にこの人じゃないよ。その声は。でしょ。まあ若葉だったら私やってもはい問題ないと思いますんで、それでやらせていただきます。バリア超えられてんだけど。奥さん早っ。じゃあ俺は乗っとくか、ジジン。ああ遅かったー。あ、そっか、スプラッシュボムか、若葉って。いいね。スプラッシュボムか。いった、ジジン側来てんの。出るよ。出よーん。許せねっすよーん。やべやべやべ。やばい、上からバシャバシャ太郎。はい、上からバシャバシャ太郎います。なんか新しい駄菓子バシャバシャ太郎。あの太郎シリーズあるからね。バシャバシャ太郎、かば焼きさん太郎とかキャベツ太郎とかあと何やろ、わさび太郎。あ、わさび太郎ね。スタコさん、当然当然。うっそうん、若葉はバリアを、バリアとスパシボムをうまく使わないとダメなんだ。こうなるとこのギアじゃないよ。うん、それはあるかも。まあ、ギアパワー、まあ、付け替えらんねえからな。はい、9番ボム。ナイス。いいよ。いいよ、いいよ。今がチャンス。チャンスタイムだよ。いけいけいけ。やべ、バレした。はい、すごいところにバリア張っていく。バリア張ってなんで逃げんだよ。え、いや、バリアの先にいるかなという陽動。陽動ね。うん。でもバリアのとこ飛べるからね。あ、そうなんだ。俺今飛んだ。まあ、1人しかやれなかったけど。おもろ、バリア。カタ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 。ナイスナイス。勝てるわけですよ、若葉だったらね。まあ、若葉だったら勝てるわけよ。そう、若葉ならね。コマーシャル来そう、若葉の。そう、若葉ならねって。タバコ？タバコ？ああ、若葉。そうだ、あったな、タバコ。ちょっと俺は合わないですけどね、あんまり。若葉？うん。若葉。火つけなんでもいいや。それタバコじゃなくていいや。多分若葉に変えてね。若葉ね。恐れボーナス 1.8 でかい。でかすぎ。1.8 はだいぶでかいな。やっぱりこれでマジ10倍マッチとか勝ちたい。実質2ですから。若葉どうにあんの？私。これもモミジらしいな。あー、この人若葉に書いてないわ。やられたわ。武器はこだわりあるんだ、やっぱ。まあまあ、でも十分十分十分。え、じゃあ私モミジでもええやん。ん？え？見せかけた。若葉に見せかけた。一人モミジいるっつって。見せかけの恋に嘘を重ねた過去。あれだよ、あのソバージュじゃねえや。君を守るためスマップか。あ、そうそう、ライオンハート。あ、そう、ライオンハートか。そうそう、青色のね、容器に入った
大体中学生高校生って対抗する。知らねえ。ライオンハートって香水があるぞ。え？それはだいぶ古い学生じゃない。知らないよ俺は。ジェネレーションギャップ。はい、ここにバリア張った。うますぎ俺バリア。安全に濡れる。いや、その間にバリア張った小さい。やねー。やね、見てやねー。やね、見てやられた。隙間産業で行こうと思う。隙間産業すぎる。このライフマーカーってやつ何なの？何なの本当に。おい、え、お前それ取るの何だ。え、何なのって言っただけ。あ、何なんだ。危ない。え、過剰反応するから。え、怖い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 。いやー、何なのもう。何なの。あ、すごい睨まれたよ。相打ち。お前のせいでフラフラと相打ちだった。ちょっとすごい睨まれたじゃないかよ。え、睨まれた。ここでどうぞ。何なの。どうぞどうぞ。え、怖い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 。何信じられない。おい、自分で言ってんじゃねえか。怒られるぞ。もう怒られてる。まあ配信者あるあるなんですよね。そうだね。あれね。はい、バリアー。はい、バリア効きません。よし、やばい。ナイス。いやー、長い。表現っていいよね。いや、長野もあるでしょ。ないって。500万回ぐらい行ったと思うけど、ないって。あるって。おじじたちが使ってるやつ。いや、方言なんかおじじが使ってるもんでしょ。なんか若者も使ってる方言もあるやん。いや、若者は方言使いませんから。じゃあおじじってこと。いや、違うよ。タムおじじ。いや、あれ標準語ですか。青森の標準語は標準語だぞ。おいおいおい。いやー、勝てなかった。ごめん、これ負けじゃん。ああ、負けた。そこで俺勝ってれば。くそ、あそこで俺が勝ってれば。惜しい。だったね。エヴァーに乗りなさいって言う。臨時、新時、エヴァーに乗れ。来てる？あの、新世紀エヴァンゲリオンのワンシーンでしょ？ちげえだろ。え？フリピ知ってるこれ。え？碇玄道の有名なセリフでしょ。碇玄道は真珠、真珠と言ってないんだって。エヴァーに乗れ。このテンションと言ってないの。若葉に変えてくれたよ。え、ほんとだ。やべ、めっちゃいい人。ポッコさん。でも、こんないい人なのに、あと一戦なんだよな。最後だからやってくれたのか。そういうことか。ポッコさん。フレンド申請来るかもな。まあ、ポッコさんから。うん、ありがとう。ポップコ、うん、ポップコやん。ほんとや。え、なに、知り合い。違うよ、ポップコってあれでしょ。ポップテピピック、ポップテピピックの。そうそうそう、ポップテピピック。来たよ、ポップテピピック。ポップテピピック。ポップテピピポポポポ。カモキャプセインアローズ作業若武者の集い。バラエティ武器の公開。はい、ザコー。おい、やめろ。その発言ダメよ、炎上よ今。これ勝ったらクソでかいぞマジで。ポイント、おい、勝負の世界にタラレバ言っちゃいかん。せやな、勝つぞ。ここにバリアを張っていく。いや、その隣にバリアを張っていく。
そこのバリアはどうなんだ？いいんじゃない？いいんじゃない？いいんじゃない？すごいそれ。それいいんじゃない？裏は今のところ取られる。裏は来てない。上も来てないじゃあ。上も来てないねこれ。来た来た来た、ハンコ。飛んで火にいるウルトラハンコ。新しい。あれ、言葉が作ったわ、俺が。まあ、飛んで火に入ってたのは俺だけど。ウルトラハンコの渦中に入ってたの、おい。ありゃーよっしゃい、危ねえ。危ねえ。どこにバリア、上か、これ。このバリア上にあるの、上だね。オーケー、ここにバリア。嘘でしょ。え、20? 超強えじゃん。20のバリア同じタイミングで同じとこに張り合ったこれ破るの大変だよ。やべえでしょって話でしょ。話でしょって。いてててててあ、こっちこれ裏来てない、裏来てない、裏来てる、裏来てる、裏来てる、上。やっば、弓やっば。じゃ裏、裏来てる、裏来てる。上上上上上。アンコー、アンコー、アンコやばすぎー。ああ。いって、最悪だ。ロンブラ強ー。やばいやばい。弓超来てる。はね、無理だ。負けだ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 勝てる勝てる、塗れば勝てる、塗れば勝ち、塗れば勝ち。いいよいいよ、勝ったんじゃない、この人とできるラストマッチ。ポップコーン、勝利、ポップコーン、もう勝った。いや、ナイス、ありがとうポップコーン。この配信見てくれてるかい。ラジオだけどね。ああ、せやった、ナイス。まあ、たまたまこの武器を持ってて、たまたまこのギアを持ってるっていうね。いや、素晴らしい、素晴らしい。めっちゃ漏れたんじゃない、ポイント。2倍、熱ー、塗ったしな。うわ、でけえ。貢献度約4000ってことか。でけえ、でかいね。うわ、ちょっとお手洗いへ。はいよ。じゃあちょっと歯磨いてくるね。はいよ。じゃあ俺ちょっとカレー温めてくるわ。カレー温めてくる夜食、ちょっとカレー温めてくるわ。
なんかおえつが聞こえたな。ちょっと歯は磨いてます。それこそジジイじゃん。ふぅ、あ、すっきりした。あ、磨いてすっきり。カレーの継ぎ足しも、あとちょっと玉ねぎ入れたい。お前またカレー食ってんの？え？カレーまた食ってんの？いや、カレーは素晴らしいやないかい。ずっとカレー食ってんの？いや、ずっとじゃないよ。こないだもお前カレー食うっつってカレー食ってたじゃん。あ、でもすき焼き丼も作ったしな。結局料理え料理マッチョいるやん。料理マッチョ、はあ、YouTube の料理マッチョさんが紹介してたすき焼き丼もこの前作ったよ。あ、そうなの。うん、美味しかった。さすが料理マッチョさん。でもそれにカレー粉入れたらカレーになるじゃん。だから結局カレー。いや、それは何でもカレーになるんだよ。いや、さすがにシチューにカレー粉入れたってカレーにならないよ。いや、なるよ。多分カレーの方が強いよ。いや、ビーフシチューになるね。いや、カレーだろ。ちょっと試してみたいな。試してみたいな。全部食べる。カレー粉とシチュー粉半分ずつ入れたらどうなる？いや、カレーの方が絶対強いでしょ。どっちの方が強いの？あの、絶対食べるっていう前置きをした上でやろう。今そういうの、ちょっとあれ、なんだっけ、うるせえから。ああ。もうカレーとシチューそれぞれ作って食べるときに混ぜて食べる。ちょっとあのうち今カレー鍋埋まってるんで IH 対応の鍋があればちょっと俺やりたいですね。あ、じゃあ元気んちに持っていくか、シチューを。いや、シチュー粉とカレー粉混ぜたいね、やるんだったら。あ、逆にもうやっちゃいたいと。もう混ぜちゃいたい。あれだよ、あのなんだっけ、だいたい2パック入ってるやん。うん、2パック入ってる中の半分ずつだよ。それはもちろん。いや、多いな、それ。それでも多いか。半分、半分ぐらい。何人前作るつもりなの？これさ、1箱でだいたい8皿分じゃなかったっけ。あ、そうね、半分で6皿分。だから、結局12皿分。だってそれを、4人で食べ、3人で食べるとしたら4皿でしょ。まあそうか。実はうまくなるかもよ。いや、確かに可能性はゼロじゃないから。やろう。レンチンした玉ねぎをぶち込んで、あとは弱火でコト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 。いつやるそれ。いつやるか。まあ早いうちにやっちゃおう。うん。あの、香りは強くないんで、タムンチで。あ、うちそういうのやってないんで。ね。今日が5月の7日。うん。5月の9日とか元気でやる？いいけど。9日火曜日。あ、火曜日は特に何もないな。火曜日はなんかちょっとトゥ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 。でも部屋片付けるのかめんどくせえな。お前そうやって定期的に部屋片付けないとどんどん汚れた人間になってくる。汚れた人間。部屋が汚いってことは心が汚いんだよ。なるほど。
今部屋汚いぜ、敵にしたな完全に。YouTube 見てる人多いと思うぞ、部屋汚い人。なんで二人で試合中になってんの？よくわかんないですね。元気が OK をしたから。よくわかんないですね。そういうことか。わかったわ。じゃあ終わりにするわ俺。よくわかんないですね。私抜けれなくなったんだよ逆に。え？降りないよ。また再起動かよ。まあ、テレレレン、テレレレンから始まるからだるよね。うん。テンタクルー、テンタクルー。いやいや、前でもねえのよ、それだったら。なんだっけ？ん？何、ん？塗りたくるテンタクールだ。ああ。テレレレン、テレレレン。フェス期間中はフェスしかやってないのね。そうだね、ファンからマッチはやってない。なるほどね、困ったよね。ほら解散。バイトはやってんの？バイトはやってる。フェスに興味ないぜ。フェスに興味ないぜ。ほな、解散。今フェス中か。遅すぎない？さすがに。どういうことか。この間フェスの話してたからさ。トリッピーがずっとオフラインなんだけど。オフライン？うん。ちょっと武器俺に合わせてよ。いいよ。持ってんのか知らないけど。いいよいいよ。寿司コラだろ。寿司コラ。持ってる持ってる。みんな持ってる。ああ、寿司コラってことは。止めてしてるでしょ。寿司コラボってことでしょ。あ、クレープしてコラボするな。ん？どうした？いえ、元気寿司でしょ、どう考えても。え？コラボするとしたら元気寿司でしょ。いや、本当に？いや、本当本当。どことコラボ？向こうから来るよ、向こうから来る。ああ、それどう考えても元気とコラボしてね。元気とコラボしてね。元気寿司の CM に元気が出るってことね。そうそうそう。俺はだってトリトンだもん。あー、トリ強いね。北海道でめちゃくちゃうまかったからね、トリトン。え、じゃあ何、名前全部そっちに変えるってこと？どういうこと？え、地球人の名前を何に変えるって？え、だからトリッピーをトリトンにするってことでしょ。え、元気を元気寿司にするってことでしょ。じゃあ、私と当社はくら寿司かかっぱ寿司かはま寿司かスシローってことだよね。まだあると思うよ。投資、くら寿司、違うな、はま寿司、うん、なんか、回らない寿司屋とかあったら、普通にありそうだけどね。いや、それ言っちゃうとさ、よくないじゃん。うわ、金の出軍団、やば。しかも、このマップかよ。いや、このマップ、勝率悪いっすね。勝率悪いんだな。有料普通にさ、一瞬友情推移した人。誰とは言わない。だから身寄りかな。シェイアユチ。しかももう一人はめちゃくちゃ塗り強いでしょ。よかった。強くないの。強いイメージが。強い。ヘイド。やった。ナイス。とりあえず取るね。難しいところだった。うん。慣れれば強いから。慣れるまでに何時間かかるかな。明日の朝7時。明日仕事なんです。いた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 。
前線上げてる、前線。いってててててて。ああ。さあ、やるじゃねえか。まだ勝てる。絶対まだ勝てる。俺なら。なんかナイスとも来てね。あ、それナイスも来るか、こいつら。ナイスも待ちだ。ナイス玉しかいねえか。うん、やべえな。相手もほぼほぼ同じこと考えてる。飛ぶねしかねえよ、ね、うん、これさ、裏から行っちゃうんだよね、俺。うわ、びっくりした。登ってたの、お前。やられたわ、完全に。オルオル花子、あいつトロールかよ。この手はあれだね。対面は寿司の方が強いはず。いやー、挟まれてる。手のっぺ、頑張れ。痛い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 。いやー、何もできませんでした。いや、残念でしたね。まあ1回じゃ分からんか。そうそうそう、いやもう1回じゃ分からんな。寿司コラで勝って終わりにしましょう。いやー、オッケーオッケーオッケー。ということで無事勝つことができましたので、本日のプラジオ開演、俺にて開演。うん、今から始まる。今からやった。今から始まるスプラジオ。地球人と見てってね。いや、オープニング作っとるやん、いつの間にか。その間にかオープニング作っとるやん。地球人のスプラジオ。チャンネル登録して待って。地球人のスプラジオ。ラジオパーク。誰にオープニング作ってほしい？え？誰にオープニング作ってほしい？誰？作ってもらうとしたら。誰でもいいの。誰でもいいの。え、誰でもいいの。誰でもいいよ。よし、行くぞ。絶対言うと思った。そりゃそうでしょ。育蔵さんか。育蔵さんだよ、そりゃ。もう歌えるのタムしかいねえな。いやいや、全員で合唱だよ。いや、厳しい。え、何このステージ。あ、びっくりした。初めてのステージだって。よく知ってるステージじゃない？さすがに。このステージの当たり。うわっ、うっそ。目の前からローラー。うっそ、ローラーやるね。前からバリアブルローラーがベアってまいりまして、敵の構成は、スプラッシューター、もう分かりませんね。バリアブルローラー、そうかんないですね。スプラッシューター、バリアブルローラー、ボールドマーカー、ジェッツイカスタム。なるほど、強そうですね。ハンコ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 は上に。ああ、ハンコじゃないやつ。寿司がいた。いつの間にうるしょ。雨もこんなにいいのか。スペシャルもらっちゃってありがたいね。これ囲まれる、囲まれるんだけはマジで。これ1対1で勝っていくゲームだから、ここ。1対2とかをひっくり返すゲームじゃないから。そんな、どういったやつ。そんなサバイバルゲームだったっけ。いや、じゃないから、いっぱい1対1に持っていかないとねっていう。ああ、行ってよろしょ。いいや、ローラ、バリアブルローラが
でも塗り気あればこっちの方が強いよ。んあ、塗り強いのかこっちの方が。強そうだ。ちょ、塗れ塗れ。右から来てるよ、なんか。劣勢がそもそも塗れないから。あー よっしゃい。ちょいちょい、おれいおれいおれい、なんか一枚やった、うめえ、たた一に持っていく、オーケー、いいよいいよ、全然押し上げてるよ、寿司コラで3人で突撃してくるの、すごくない、強いね、左来てるよ左え、でも味方陣に来てる、味方陣に来てるよー、やばいよー、後ろから乗っていく、ローラーを殺していく、はい、やられていく、勝ったんじゃない、もう余裕ですよ、こんな、なんだ、言ったらすぐ勝つんだから、もう勝っちゃうんだからな、ほんと強いな、俺ら、もう有限を実行しちゃってるから、ああ有限をね、有限会社実行ですよね、おお、地球人改め有限会社実行ですよ、もう有限ですよ、ふぅ、よし、ということで、じゃあ寿司ころで無事勝利を収めることができましたので、はい、スプラトゥーン3ゼルダコラボフェス1日目は終了ということでよろしいでしょうか、もうちょっとで500だったわ、じゃあもう一試合やるか、そうだうわ、もうこれこの時間じゃないとできないでしょ、ん、うわ、明日の朝9時まででしょ、だから行きましょう、あれ明後日でしょ、月曜の朝9時まで、あ、そうなの、そうだよ、1日しかないじゃん、そしたらフェス期間ほぼ、いや、あの今日が何曜日か分かってない、ああ、そういうことね、日付変わって日曜日ですけど、ああ、確かに確かに、なるほど、じゃあ今日の9時じゃないね、明日の朝9時だね今日始まって今日終わらせるとか、えぐいな、いや、そろそろそういう…の声が…そうした…そういう…もう…配信ができないぐらい声が出なくなってきた、喋りすぎちゃった、喋りすぎちゃった、どうだやべえ声マジで…あいつ長いな…なんか知らねえけど…誰も知らねえけど…やべえ、今ねえか、ナイスだ、やばい、やばくなぁ、ナイス、やばい、丸見さん、やばいたー、またブリアブリ、どこに通ったの、あい、あいうちいいよ、全然押してる、その調子行こう、油断せずに行こう、これ勝って終わりですよ、ほんとだよ、負けてらんねって。あ、打ち。はい、打ちしかしてもーい。自信がここで全然出てんよ、このと。塗って塗って丁寧になるべく丁寧なるべく丁寧に塗っていく。相打ち相打ちしかしてない、え、なんかめっちゃ来られてない、めっちゃ押されてない、めっちゃ押されてる、いつの間に、あれどこ行った、いった、やべえ、自陣がめっちゃ乗られてる、はちゃめちゃ、はちゃめちゃすぎる、これはゲーム壊れた、やべ、やばい、クソ押されてる、まずいぞ、
やばい、まずい、くそ、いけ、ハンコ潰せ、惜しいぞ。押しどき、押しどき、今が押しどきです。押しどき、押しどき、押しどき、失礼しました。押しどきが出てしまいました。押しどき、あゆち、まだいけるか。トリトンのトルネに合わせて突撃していく。そう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 。寿司は強いな。いいぞいいぞ。私からは強いと思うよ。すごい。どうだこれ。あったん。余裕でしょ。うえ。あいつ。もう負けを知らないね。負けを知らないね。これバチボコに殺されてるな。やばいね。これもう負けるまでとかにする。強すぎて。いや、だって一回も負けないもん。強い強いだよ。すごい強いだよ。すごい強いだよ。親子も行ったん？親子行ったの？あ、ちょうど行った。ああ。まあ、続けろ、押しちゃったよ。8の4。じゃあ500。行った後、勝ったら負けたら？負けたらだね。なあ、キャッチ。負けないから。負けないとか知ってるでしょって話でしょ。じゃあ、朝までやん。朝まで負けない？負けないだと？そうでしょ。え？朝まで負けるなって？いや、朝までどころじゃなくない？まあ、負けないんだからな。負けないってことは、永遠だよ。いやもうだって余裕って話でしょ。見たら、ね、チーム練習数3っすよ。3。つまり寿司プロにしてから1回しか負けてない。よ。寿司プロはバランスがいいからね。じゃあバランスはいいかもしれない。対面つく。なんでみんな寿司プロ使わないんだ。フラッシュボムだし。ちょうどキルだし、キルデスがプラマイゼロだし、バランスがいい。今日も実力の。トルネの量やば。いや、うざいだろうな。いいから来てる。え、あと上から。なんだ。あれか、スプリンクラーか。9番ボムね、了解。家庭がちょっと熱いもんないね。あー、あれうざいなぁ。なんだっけ、あれね。いった、何スプラッシュボムあったのに。そんな上から来て下にスプラッシュボムあったら見えないよ。めちゃくちゃ陣地ここ塗れてん。いつもここ塗らないな。塗らないとちゃんとここ。こうやって気づいてくれる人がいるから我々が前進できる。ああ、いいやいいや。貢献してるな俺。全体責任。ナイスバイバイ。ナイスじゃない。真相真相。ナイス。ナイス。ナイスナイス、強すぎ強すぎ、強い強いよ。押してる押してる、すんごい強度してる。やばやばい、やばいっす。あーべ、スパッシュボム的なやつにやられた。スパッシュボムだ。でも右やばいな。おまさかのスプリンクラ、まさかのスプラッシュボムの相打ちって初めてだ。相打ち、あー、
あ、やばい。やべ、2個しか投げられなかった。いやー、ちょっと待って、先輩。やばくないこれ。はちゃめちゃ、はちゃめちゃ塗られてる。速攻負けてんのは、ほんと。速攻負けてんの笑った。いやさすが有言実行ですね。調子乗ったらあかんってことよ。調子乗ったらあかんってことですよ。調子乗ったらあかん。途中までめっちゃ押したからね。うん。うわあ、蜂が見えてましたね。はい。天狗った天狗った。天狗ったね。ああでも6の3だ。上々じゃん。上々だね。向いてんじゃね。ギアがギアだったらいけるね。おお。武器買いな。え？はい。というわけで、まあこんなもんですよ。逆に。まあ1日目ですかね。はい、まあまあ。ええ、まあまあ。やっぱ欲しいよね、絵的には100倍マッチに勝つ絵。そうだね、欲しいね。まず出会えないからな。10倍マッチも来なかったね。え、10倍マッチも行かんかったね。本当に来るの？よかったね、10倍マッチ来るまで寝れませんってなって。いや、勝手にやらないでくれ。そんななんか言ってなかった途中。10倍マッチって言いかけたい。そう言ってたよね。何言ってんだよ。明日も休みだったらやってやるさ。僕は休みじゃないんだ。まあまあまあ、明日実質休みみたいなもんでしょ。え、明日実質休み？そうなの？そうそうそう、まあ、実質休みみたいなもんだよ。そうかな。そうなん。明日日曜日だし。ああ、日曜は休みか。ああ、まあでも実質当日付けでもいいけどね。俺はカレンダー通りだからね。うん。なるほど。まあまあまあ。カリスマの上は？永遠かな？カリスマの場合が永遠だね。あ、じゃあカリスマまで行けばいいの、とりあえず。いや、永遠までね。永遠まで。カリスマの999まで行けば。あ、そうそうそう。あ、なるほど。かしこまりました。まあ明日行くでしょう。まあまあまあ行くでしょう。はい。うん、で本日のゼルダコラボスプラトゥーン3フェス1日目無事閉幕。でどん。また次回の2日目の動画でお会いいたしましょう。皆さんバイバイ。バイバイ。バイバイ。